皆さん事件です。本当に事件です。さあ本日は滝田勇さんのライジングムーンの、ツアーファイナル東京公演にお邪魔してます。バルバルです。いやもうすごいですよ、すごいですよ、タキトさん。何がすごいですか。もう歌舞伎町いますよ、本当ですか。でも今日はね、あの軽めにしてもらった。軽めですか、これで。髪ね、軽盛り、軽盛り、嬉しくて、嬉しくて前ちょっとね、盛りすぎて笑われちゃったから、ね、あ、今日はですね、渋谷のサイクロンに来ています。渋谷のサイクロン、はい。タキトイサムライジングムーンツアー、ファイナル東京ツーデイズの1日目です。はい。で、ゲストの方々がですね、ちょうどいらっしゃるので、ぜひぜひ映っていただいちゃおうかなと。そうですね、お世話になりました。おなじみ、飯塚大先生。飯塚さん、飯塚さん。そして初登場、はい、超絶ギタリストです。超絶ギタリスト、超絶です。伊佐尾さんです。はい、どうも、伊佐尾です。どうも、今日は楽しみたいと思います。ありがとうございます。伊佐尾君も英語ベラベラだ。ベラベラです。ガイタレとかとね、だから向こう、うん、アメリカの LA にずっと住んでて、僕が行ったの27歳で行きました。決断して行きましたね。いや、なかなか行動力ができる人ってそんなにいないから、うん、いないです。すごい羨ましいよ、うん、いやでも英語がやっぱね、うん、しゃべれなかったら大変でしたけど、ある程度しゃべれて、いや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 、まあ、勉強はしていたんですけど、うん、あれ難しいって言ってたじゃん、あ、なんだけど、ワンホットチョコレートな。あ、ホットチョコレートってあるじゃないですか。ホットチョコレート、あの、スターバックスとか、はいはいはい、あれを頼むのに3年かかったんですよ。聞き返されずに3年間我慢したんだ。いやもう、我慢した。これこれこれって言ったの3年間絶対こう聞き直され、I'm sorry ってこう聞き直される。へえ。だから難関が結構多いですよね。じゃあ、じゃあサイズを最初に言わなきゃいけないじゃないですか。じゃあ本物の発音を聞きましょうか。いやいや、全然俺全然あれですよ。ハッチョコで、おお、ハッチョコで、チョコで一本じゃ絶対通じないですよ。ハッチョコで、チョコでっていいですよ。それを気づくのに3年かかったんですよ。もうあと帰るまで1年ちょっと前。すごいなぁ、本当に自分の意思をそうやってちゃんと現実にさせちゃう。そうそうそう、ここがね、すごい、みたいな。流されて生きてる人間とは全く違うもん。いや、でもね、グランロデオとか。いやー、だって俺なんかね、だってほら、伊佐尾君はちゃんと自分で目標を決めてちゃんとそれに向かっていくじゃない。俺なんか全然もうないもん、そんなの。ただ周りがほっとかないね、俺をね。なんか今、大胆ですよね。すごい。これもうぼちぼちセッティングしてくる。じゃあ東京公演です。皆さん、いつも通りよろしくお願いします。
らいですか。うわこれすごいな。私が作ったら見ちゃうけど、これすごい、すごいな、これすげえサプライズだ、すごい。渡すのを迎えちゃったの？そうなんだけど、うん、近いじゃない。うわ、ほらほら、かっこいい写真がね。そうですね、5本あるうちにね、2本消えているけどね。あの、僕は儚いね、この人生ね。じゃあ、お言葉に甘えて消させていただきます。よしねえ、ソロアルバム出してさ、ソロツアーやってさ、すごいと思いません？はい、ロデオさんのおかげでございます。いや、ね、全然グランロデオのおかげじゃなくて、本当にね、そんなほら、みんな誰か酒飲ましたんじゃねえだろうな。グランロデオのおかげなんてことは絶対ない。本人のやっぱり努力とかね、やっぱり魅力があったからで、まあ、強いて言えば俺のおかげなんだグランロデオのおかげではないいってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。いやー、暑いっすね。いや、ありがとうございます。風早いもので、あの男が横浜から本当に駆けつけて来てくれました。音符学者いってらっしゃい。飯塚さんも来てね。はい、忘れる。どうも、綾野坊です。このサプライズは、はい、まずはおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。そういうことでね、急にあの、さっきまであの横浜で別なゲネをやってましてね。知ってますよ。駆けつけました、間に合いました、何度か第三景品飛ばして、うん、めっちゃほんと飛び入りだもんね。すみません、飛び入りしちゃいましたけども、はい、やっぱ今日も次回用ヘリとかでしたんですか。違う違う、第三景品飛ばしてきたって言ったじゃないですか。東京無線ですよ、東京無線。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう終了な感じで。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと幸せですね。やばいっすね。オンベースまさきそしてオンボーカクショー。楽しかったです。ありがとうございます。いや、本当に今日はどうもありがとうございました。なんか俺ちょっと見たことある人がいる。
バリバリ押してる。なんかないですか、そういうキャッチ、なんかキャッチコピー、アイキャッチ。ないです。作ってください。作ってください。バリバリ、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 シュッ。しかも多分逆からだ。逆からです。ラブですみたいな。じゃあ俺がこうなって、じゃあ俺が、俺が L だ。え、あ、そっか。いや、俺が L だ。もう面白い人たちだな、本当。ありがとうございます。ありがとうございます。ビール。そしてそして何のところにまさきさんじゃん。まさきさんもお久しぶりですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。まさか夜間が出てくる。そうですね。あれでね。あれ素晴らしい感想。はい。あと機会だったら。またぜひ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そうっすよ、はい、いやちょっと感動的でしたね。そうっすね。かじり続けてるからね。いやかじり続けてるからね。